さあ本日は、初めての対談ということで、すごい方に来ていただいております。まあ本当に同期の中でも最も、まあ、今やカリスマと言っていいほどです。その方に早速登場していただきましょう。どうぞ。てん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 、うんちょこちょこちょこピー、郷美永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで改めまして、同期のカリスマ郷美永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に楽しみにしてました。本日ありがとうございます。まあ本当に僕ら同期で、もう15年ぐらいの付き合いですか。そうですね。まさか来ていただけるとはという感じなんですけど、ありがとうございます。まずはちょっと最初に聞きたいのは、最近どう？まあ今日はね本当にいつも通りちょっと待って今日はね本当にいつも通りな感じでね、はい、ラフな感じで、まあそうだね、カフェで喋ってるような感じでね、うん、久々だけども、なんか今日はちょっとこう今の状況を含めて、これからのこと、そして昔の話とかも聞いていきたいんで。ずっと話したかったもんね。うん、みなちゃん的には最近はどう？どう最近どう、みなちゃん。まあ緊急事態になったりとかあって、うんうんうん、でまあピン芸人やってるんだけれども、うん、まあそういう時こそ下を向かず、うん、まあ、チャンスにしないといけないなと思ってる。うん、まあ本当にね、この郷美永さんっていうのは、うん、本当にカリスマでありながら、僕は同期の中で一番、まあ、言っても同期は、オリエンタルラジオ、うん、トレンディエンジェル、うん、フルーツポンチ、そして大阪の NSC で言う と、うん、ミルクボーイとか、GAG で他事務所で言うともう、三四郎、ニッチェ、うん、あとアルピーの酒井とかね、うん、そうそうたるメンバーいますけど、僕は本当に郷美永が一番天才だと思います。ああ、ありがとう。で現状をねちょっと今聞いてますけど、うん、本当にそのなんて言うんでしょう、当時のね思い出も聞きながら、はいはいはい、ちょっと今日は話していきたいんですけど、うん、どう最近はその、いやだから、うん、まあ、チャンスにしないといけないということで、うん、やっぱり R1 は常に狙っていきたいなって改めて思ったし、うん、僕は全然あると思います、うん、あと単独もやりたいなって思ってる。これやってないんですか。まあ、やってないんだけども、うん、まだもうまだ1回2回やったぐらいで、うん、うん、でもこのね私の YouTube で、うん、まあ、言ったら初めてのゲストなんですよ。ありがとう。で初めての対談で、はいはいはい、ちょっとねこういろんな今後のこととかも聞きながら、うん、話していきたいんですけど、うん、今のお笑い界、うん、例えば第7世代のことどう思いますか。いや盛り上がってるよね、はい、第7世代。ただその第7世代っていうことによって、うん、まあ見てる側からすると、はい、その世代って決めちゃってる分、うん、決めちゃったからこそちょっとこう寿命が短くなってしまうんじゃないかっていう危険性もあるなって。あー、なるほど。だから決めない方が良かったかもしれない。今回転がすごい早いから、はいはいはい、じゃあ第8世代は、うん、っていう話にもなっちゃうし。そうかそうか。でもそう言ったらうんちょこ世代は今の20前半ぐらいですか。22、3、4あたりかな、うんちょこ世代は。上が大体50ぐらいなのね。まあその当時小学生で見てた時のお母さんがちょうど50代ぐらいだから、下は20代前半、うんちょこ世代は上が50代。うんちょこ世代、そうですよね、うん、今後のね、まあ、今第7世代の話聞きましたけど、うんうん、そのうんちょこ世代も含めて、うん、僕はうんちょこちょこちょこピーというギャグもちろん大好きなんですけど、はいはいはい、僕はねうんちょこちょこちょこピーじゃなくてユニークの方が実は好きなんですね。カナダぐらいかな、それ言ってくれるのは。これでも世間の人たちは、うん、やっぱりうんちょこ世代が多いんで、うん、ユニーク世代じゃないと思うんですよ。まあユニーク世代はまだないな、うん、ちょっとちなみにユニーク
ちょっと今ここで見せていただいていいですか。あ、わかりました。はい、はい、前ですみません。じゃあちょっとユニークのくだりを聞いていただけたら、はい、いやー、ほんとみなちゃんってユニークだよね。そうなんだよ、ユニークなんだよ。ユニーク、ペンチョロポパンポン、モッツォロモッツォロモッツォロスポンポン。いや、恥ずかしいよ。いや、これはね恥ずかしいよ。あのね、ほんとに僕は実は在学中からこっちの方が好きだったんですよ。ああ、そう。ただやっぱりあの一軍になったのがうんちょこちょこちょこピーで、まあね、やっぱ世間のニーズに応えないといけないから。これは正直、ユニーク、ペンチョロポパンポン、モッツォラモッツォラモッツォラスポンポン、モッツォロかな。あ、モッツォロなんですね、うん、あれ、あ、うん、皆さんモッツォロなんです。ごめんなさい、僕は間違って、覚えていました。まあまあまあ、ユニーク、ペンチョロポパンポン、モッツォラモッツォラモッツォロも、あ、ごめんなさい、モッツォロモッツォロモッツォロスポンポン、はい、これってどういう時に思いつくんですか。いや、もうすでにうんちょこが出来上がってまして、うん、それこそうんちょこをやる機会がすごい増えて、はい、いろんなとこ行かせていただいたんですけど、うん、ある時うんちょこであばら炒めちゃいまして。結構あれ反ってるんですよね。反ってるんです、あれ。あれ普通の人が真似しようとしても実はあの角度出ないです、ね、危険です。あ、絶対真似しないでください。うんちょこを本気でやりたいっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい、本当に何人かね、あばらをダメにしてしまっているというか、そうです、そういうことも多いですよね。はい、そうなんで、はい、傷んでしまったので、うん、次のライブどうしよう、うん、っていうので、あばらを使わないギャグを考えた時に、うん、まああと意味がなかったので意味あるワードで作りたいなっていうので、ユニークを。あと僕なんかすごくユニークも好きなんですけど、他にも好きなものがあって、今若干押してるやつありますよ、ね、ありますね。ちょっとカメラに向かって、口パーティーこれごめんなさいね、口パーティーっていうのは、はい、これ前言ったら、まあ、見た目がね、口がパーティーみたいな、口がパーティーみたいな、はい、もう一回言いましょう、はい、口パーティー皆さん、本当に今ね、YouTuber いっぱいいろんな方とそのコラボあるじゃないですか、これ絶対来ますよ、コラボ。これ誰も今触れてないんで、はい、口パンティーは。口パンティーはバズります、これ。もうみんなにあげます、これ。はい、みんな使っていいんですか。みんな使っていいです。これじゃあ、口パンティー世代が今後出てくるんですね。出てくるかもしれない。うんちょこ世代がもう、口パンティー世代になってもいいんじゃないかなっていう。ちょっと口パンティー世代に向けて、もう一度説明していただいていいですか。はい。はい、まあ、言っちゃうと、口がパンティーの形になるっていうことですかね。はい、だから、まあ、口っていうときはもう隠しておいて、はい、で急に口がファンティーになってるんで、はい、パーティーここが難しいですよね、一番ね。ここ、パンティーの部分一番パンティーにならない人もいるんですけど、はい、口パンティーはやっぱり押していこうかなと。でもね、正直ゴーミナが僕がカリスマ天才だって言ってますけど、NSC の時に、まあ、2004年ですからね、はいはいはい、まあ、選抜クラスっていうのがねあって、ありましたね、まあ、普通の授業じゃなくてその中からいい人たちは選抜に上がっていくんですよ、うん、でその時に、まあ、僕らの同期で言ったらもうズバ抜けてオリエンタルラジオ、まあね、っていうのはもうすごかったんですよ。すごかった。もう吉本に現れた久々の天才みたいな、はい、と同じぐらい、もしくはその数を勝ってたのがゴーミナガーの元々コンビのカントリーロード、カントリーロードっていうコンビがオリラジ以上に選抜に入ってたんですよ。全選抜に入ってた。全選抜に入ったのは多分、はい、カントリーロードだけですよね。まあそうです、うん、はい、でその時にね、いろんなネタで、当時はまだこんな感じじゃなくて、ツッコミをね、ツッコミでしたね、はい、相方がね、悟るって言って結構太った、太った、はい、でまあちょっと太ったボケをする、はいはい、で昨日何食べたみたいな、はい、で、昨日は、チョコとコーラでしょ、うん、チョコとコーラ、チョコとコーラでしょ、チョココーラ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 、コーラ、チョココーラ、コーラ、こういうこういうネタがもう私大好きですね、はい、でこれはもう選抜全部入ってくぞっていうこのチョココラコラツッコミが、チョココラコラ、もうもちろんオリラジのリズムネタも、はい、ものすごいバーってなってましたけど、その影に実は隠れてしまったんですね。武勇伝が強すぎて、強すぎて、うん、はい、でそっから全選抜入って、でその後実は卒業したてのすぐ
オリエンタルラジオの番組が始まりまして、そのバックダンサーとしてそのカントリーロード、トレンディエンジェル、ハニヤでユニット組んでたんですね、はいはい。まあ、その前に同期で一番最初にテレビ出たのはもう僕ら、そうなんですよね、郷皆川さんというかカントリーロードさんが実はテレビに NSC 時代出てた。そうなんです。僕がね、彼が天才たる、うん、もうそのネタ、そのうんちょこちょこちょこピーとかユニークとか口パンティーとかもちろんそうなんですけど、あの神秘っていうネタがあるんですけど、うん、これちょっと今できますか、やろうか、はい、これぜひ皆さんに、はい、これも TikTok でバズる可能性ありますね。バズるね、はい、誰も触れてないからまだ、はい、当時ジュニアさんが泣いて笑ったと、はい、あの千原ジュニアさんが泣くほど笑った、泣いて笑ったという狐の神秘、はい、狐の神秘、はい、それでお願いします。素晴らしい、この余韻が素晴らしいです。まだ終わってないから、でも言ったら2人ともね、はい、まあ、実は工業高校出身で、工業高校出身でね、はい、工業高校すごい結果出したんですよね。スモーロボット大会っていうのがありまして、はい、茨城県で、はい、優勝してますすごいですね。じゃあ結構、じゃあ真剣に取り組んでいた CAD でプログラミングをして、はい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 、もうスイッチをして3秒後にこう、もう滑り台がバーン落ちて、そのままスッって言って、もう決勝戦は2秒で勝ちました。すごっ、圧勝じゃないですか、はい、圧勝です。茨城県でそのスモーロボット大会で、はい、ロボコンですね。ロボコン、はいはい、すごいな、やっぱ多彩ですよね、そういうテクノロジーとか。やっぱみなちゃんすごいじゃん、まあまあ機械化だったこともあって、はい、5G にね、これから変わってきますけど、 5G についてはどう思ってる？ 5G、 うん、そうですね、 5G か、まあ口パーティー、ちょっと皆川さん、ごめんなさい、今のは本当に聞きたかったです。あ、すいません、ごめんごめんごめん、一回飲もう。みなちゃん、ちなみに今年でいくつですか？今38なので39年。39の年、うん、ズバリそのみなちゃんの結婚観についてちょっと聞きたいんだけど。結婚観、正直どう思う？結婚について。今の人の結婚って、なんか好きな人と結婚できてる人がなんかあんまり多くないような感じで。ああ、そう。まあ数字の話しちゃうと、離婚率が 35% 以上、うん、3組に1組以上がもう
雪にしちゃってる状態で、で時間でいうと2分に1組が離婚してるっていう。2分に1組も離婚してるの？うん、日本が。日本が、すごくない？2分で1組が離婚してる。そうですね、2分に1組が離婚してる。嘘でしょ。全部の割合で時間で割ると。え、2分に1組、今日も今もう離婚してるよ。え、それどこの情報？どこの情報というの？そういうふうに出てる統計。誰が？誰だっけ？調べてみたら出てくる。で、うん、だから結婚観は一言で言うと、うん、自分が結婚したいときに近くにいる人と結婚するべきだな。だから何歳だから結婚しなきゃとかはない。まあそうか、年齢的にね、うん、そうそうそうで、これ見てる方多分興味あると思うんですけど、うん、その好きな女性のタイプ、みなちゃん、俺よりおもろいやつ、俺よりおもろいやつ、真剣に答えてもらいますか。どういうロリ巨乳。え、ロリ巨乳出てる。ロリ巨乳。ロリ巨乳。見た目がロリで、で巨乳がいい。あ、カメラに向かっていいですよ。何ですか。稲川さんの好きな女性のタイプ。ロリ巨乳です。口パンティ。ロリ巨乳口パンティと一緒に口パンティしてくれるロリ巨乳。いや、これ見てくださった方の中にもいらっしゃると思いますね。ロリ巨乳。ロリ巨乳、もし、あの、私ロリ巨乳だよっていう。一緒に口パンティやってくれるロリ巨乳。はい。全部言いづらそうですけど、ロリ巨乳。ロリ巨乳。はい。なので、じゃあ、ロリ巨乳の方、もしいらっしゃったら、ゴミながらこのツイッターなり、DM すぐだな。DM すぐ行っちゃう。DM すぐ行っちゃう。皆さん。ロリ巨乳の方、ぜひ、ゴミ長さんに興味。インスタの DM の方がすぐっちゃう。あ、わかりました。じゃあ、インスタの方でお願いします。ちなみに結婚観はどう？結婚観ですか？また別で撮ります。じゃあ、キツネ素晴らしいと思いますんで。あ、ありがとう。キツネいただいたんで、次じゃあ、クモ。雲の神秘いただいていいですか。雲、はい、あ、じゃあここ使っていいかな。ここじゃあちょっとスタッフさんすいません、はい、ここにフォーカスさせてください、はい、OK お願いします。いただきます。雲の神秘。本当にもうこれはね、アートなんですね、もうほぼ、あれもいいですか。
モグラの神秘。いいですか。いけます今日は。結構難しい。いや、いけますよ。はい。モグラの神秘。モグラが、オスモグラかな。あ、メスモグラ。違わなかったね。あ、出会いましたね。なんか喋って、お、なんか納得して。めっちゃ揺れてる。地面めっちゃ揺れてる。顔なんだっす。みなちゃんの顔。顔のお肉のブル。あ、終わりましたね。地中で終わりましたよ、多分。え、どうなの。めっちゃ生まれた。めっちゃ子供生まれた。それなんだそれ。すごいな。いやー素晴らしい。これ本当にね、DVD 出してほしい。確かにね、うん、それは夢に思ってる。それは、うん、だからこれをきっかけに、うん、まあ、世界の、うん、まあ、カメラマンとか、うん、撮ってもらいたいよね、うん、じゃあ最後に皆川さんにとって、ええ、神秘って何かな。まあ、これからの時代を生きていく上で欠かせない行為かな。行為。クッチパーティー。ちょっと皆さん、なんか豚っ腹になっちゃってましたよ、もう。なんか、皆さん、ありがとうございました。本日は郷皆川さんでした。ありがとうございました。